アメリカ公衆衛生局士官部隊は、アメリカ合衆国の公衆衛生局に属する組織であり、アメリカ合衆国に8つある武漢組織の1つ。海洋大気庁士官部隊とともに、公衆衛生局士官部隊は士官のみで構成される2つの武漢組織のうちの1つであり、巡視官、下士官の階級はない。公衆衛生局の士官は、大統領の命令により、 アメリカ軍の一部として、勤務を命ぜられた場合、またはアメリカ軍の部隊に分権された場合を除き、非戦闘員に分類される。公衆衛生局主管部隊の構成員は、アメリカ海軍、またはアメリカ沿岸警備隊と同じ制服を着用するが、気象は公衆衛生局主管部隊の独自のものをつける。階級は海軍や沿岸警備隊と同じものを用いる。 公衆衛生局士官部隊の士官は同部隊の直接任官制度により任官されるのが一般的である。上位組織である公衆衛生局とともに士官部隊は保健副祉省に直属する。士官部隊の長は医務総官であり、その階級は中長である。医務総官は保健副祉省の保健時間補に直属する。保健時間補が 公衆衛生局士官部隊の士官として勤務している場合の階級は対象である。公衆衛生局士官部隊の源流は1798年に設置された会員病院基金にある。その後、会員病院基金は会員病院局に改編された。会員病院局は、小戦船,船員の治療と健康管理を受け持っていたが、国が大きくなるにつれて、 その任務の範囲も拡大していった。ほどなくして、会員病院局は新たに拡大しつつあった保険業務を主導的に担うようになり、アメリカの貿易と健康を守ることに貢献した。そのような業務の一つとして権益もあった。北軍のウィリアム・シャーマン大将の下で働いた著名な軍医ジョン・ベーナード・ウッドワースが1871年に軍医官に任命された。その後、 ウッドワースの官名は総軍医官に改められた。これが後に異務総官となる官職の始まりである。ウッドワースは士官部隊を公式に創設した人物として知られている。ウッドワースは1989年に会員病院局の医療職員を陸軍の軍隊式に組織して、壺や国家の必要に応じて医療専門家の力を機動的に動員できる体制を作り上げた。 彼は、会員病院局の任官基準を定め、また絡み怒りと軽量オ音を組み合わせた、会員病院局の紋章をデザインした。同年にグローバー、クリーブランド大統領が、士官部隊に属する会員病院局、後の公衆衛生局士官部隊を公式に設置する、法律に署名した。当初は石の実に門戸が開かれていたが、20世紀に至るまでの歴史の中で、 この部隊は、獣医、歯科医、薬剤師、看護師、環境衛生専門家、科学者、栄養士、技師、その他の保健専門家などの広範囲にわたる11、職種を要するまでに発展した。今日の公衆衛生局士官部隊は、連邦議会により1979から1980年に設置された保健福祉省の主要部局である公衆衛生局に属している。 その前は1953年に設置された保健教育副首相に属していた。士官部隊の長は異務総監である。公衆衛生局士官部隊は他軍種の保健所、または医療上の必要に応じて八部官組織のすべてに士官を分配している。公衆衛生局士官部隊は1950年の映画暗黒の恐怖で取り上げられ、劇中リチャード・ウィド・マークが センペスト患者を調査する公衆衛生局の医師を演じた。公衆衛生局士官部隊の任務としては国家の健康と安全を保護、奨励、促進することと明記されており、これは同士官部隊の4つの中核的精神とも調和したものである。士官たちは次のような方法で士官部隊の任務を遂行する。加えて公衆衛生局士官部隊は士官たちを 他の軍種に供給する。士官部隊の士官たちは、その他の連邦機関にも派遣され得る。士官部隊の士官は、他の組織、州、地方の保健当局、さらに非政府組織なども含むと、覚書を作成することができる。公衆衛生局士官部隊は、連邦、州、 地方の公的機関の対応能力を超えた場合に、しばしば出動要請を受ける。これらの要請に対する対応が、その士官の通常の任務の範囲以外であり、なおかつ士官部隊人事、即応体制部の配備運用軍を通じて調整されたものである場合、士官部隊では、その対応のことを配備と呼んでいる。配備は、通常の状況下での技術支援である場合もあれば、 災害状況下である場合も、厳しい環境下である場合もある。公衆衛生局士官部隊は、国家対応体制の緊急事態支援機能第8号の一部として、配備されることが多くあるが、国家対応体制の枠組みによらずとも、様々な必要性に応じて、連邦機関、州、地方政府、さらには、外国政府に対してさえも配備されうる。他のべての連邦レベルの対応と同様、 士官部隊の士官は、要請がある場合にのみ配備することができ、なおかつ異務相関の勧告と保健時間補の承認が必要である。配備中、士官部隊の士官たちは、最先端の緊急事態運用センターで、対応調整をする場合などのように通常のオフィス環境で勤務する場合もあれば、自然災害への対応の場合などのように非常に厳しい環境の現場の中に入っていくこともある。 なお、配備は特定のスキルセットが求められている場合のように、個人単位で行われることもあれば、大規模な対応が求められている場合には、チーム単位で行われることもある。士官部隊では対応の層別システムを用いている。第1層対応チームは12時間以内に準備完了し、イベントに対応可能とし、第2層チームは36時間以内に準備完了し、対応可能とする。 1> 第1層、または第2層チームに属さない士官たちを第3層対応者とし、72時間以内に準備完了し、対応可能とする。第1層チームは主に即応配備部隊の諸チームで構成され、複数の職種にまたがる100名以上の士官たちよりなり、主に災害により悪化した持病に対して迅速な臨床治療を提供することに焦点を当てている。 これらのチームに属しながら、臨床治療に当たらない士官たちは、輸送、管理、主計、計画などの支援業務に当たることが多い。第2層チームは、より小規模で、より専門的な部隊で構成されている。現在の第2層チームには、応用公衆衛生チーム、メンタルヘルスチーム、業務評価チームなどが含まれる。第1層及び第2層チームに属していない、 第三層の士官たちは、人手が足りなくなった場合や、対応を格上げする必要がある場合に、第一層及び第二層チームを増員するために用いられる。士官たちは、自然災害や感染症の大流行、テロリストによる攻撃などの公衆衛生に対する、危機や国家緊急事態に対応するための訓練を、受け装備をしている。各チームは、多くの専門分野にわたるメンバーで構成され、 国内及び国際的な人道支援任務にも対応できる。公衆衛生局士官部隊には6700名以上の士官が属しており、11の職種に分かれている医療サービス士官には、聴覚訓練士、ソーシャルワーカー、医師補、視力検査士、統計家、計算科学者、歯科衛生士、診療録管理者などの50種類以上の医療関係技能が含まれる。 アメリカの他の武漢組織と同様に、公衆衛生局士官部隊にも、歌詞付きの更新曲がある。大液沿岸警備隊上等兵装のジョージ・キング3により1980年代終わり頃に、作曲されたものである。歌詞は次の通り、The Mission of Our Service is known the world around, in, research and in treatment no, equal can be found in the silent war against, ディジーズノートルースイズエバーシーンウィーサーブオンザ、ランドアンドザシーフォーフューマニティーザパブリックヘルス、サービスチームか役我らの任務は、世界中の知るところ研究に治療に、天下無双疾病との沈黙の戦いくまだ停戦を見ず、陸に海に、我ら務める人道のため公衆衛生局部隊。ありがとうございます。